不活性状態の SCP-2295。アイテム番号 SCP-2295。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-2295 はサイト37の保管棟25内にある標準的な収容ロッカー内に保管します。レベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ職員は、適切な書類に記入した後、SCP-2295 の実験を行うことが許可されています。SCP-2295 の利用が24時間を超過することが予想される場合は、ゲルギス博士に連絡を取ってください。説明 SCP-2295 はパッチワークのぬいぐるみのクマであり、頭、から、足、まで約 0.46 メートルで、合成繊維と面が詰まっています。SCP-2295 の左胸には小さく、解剖学的に正確な心臓型のピンが留めてあり、首にはリボンが巻かれています。SCP-2295 のパッチの生地や色は様々です。実験で、SCP-2295 の構成要素に異常な化学的性質は含まれていないと確認されました。SCP-2295 は、臓器に大きく損傷を負った人間が2メートル以内にいると活性化状態に入ります。活性化範囲に2人以上の条件を満たす人間がいる場合、SCP-2295 は常に最年少の対象を選びます。SCP-2295 はハサミ、白い糸、そして縫い針またはかぎ針網用のフックを自分の口から取り出すという異常な手段で生成し、周辺の生地や詰め物位置を利用して、対象者の臓器のパッチワーク模倣である SCP-2295、位置実体を形成しますに、SCP-2295-1 は視界から消失し、対象者は意識を失います。SCP-2295-1 実体は、その後、異常な手段を介して、対象の損傷した臓器と入れ替わります。置換される本物の臓器の行方は分かっていません。近くに使用可能な材料がない場合、SCP-2295 は自身の生地や詰め物を使用します。SCP-2295 は失った、あるいは使用された材料が完全に置換されるまで、毎日 1g ずつ詰め物を再生します。生地はこの手段では再生しないという点は留意すべきであり、SCP-2295 の近くに自己補修用の追加生地を配置しなければなりません。SCP-2295-1 実体は、生物学的、科学的、医療的な非互換性が多数予想されるにもかかわらず、正常に機能します。一旦対象者の内部に入ると、近接する組織と血管は、模倣された臓器に、観察可能な合併症を一切出すことなく取り付きます。SCP-2295-1 実体に拒絶反応を示した例はなく、本稿執筆時点で記録されている全ての対象者は完全に回復しました。実験ログ、2295。SCP-2295。実験ログ、対象 D2353、38歳。診断25年間の喫煙による肺への重大なダメージ。中期 SCP-2295 は、黒の織物見本1枚と赤の織物見本1枚から SCP-2295-1 を作成した。新しい、肺、は、健康な成人男性の肺と同様の容量で機能した。対象 D3452、50歳。診断頻繁な動悸と、重度のアテローム性動脈硬化症。中期 SCP-2295 は様々な周囲の毛糸から SCP-2295-1 を縫って作った。SCP-2295-1 は消失前に鼓動するのが観察された。転送は成功、とのようにして SCP-2295-1 が、材料の吸収性と設計時の隙間にもかかわらず機能を保っているのかは不明。対象はもはや症状を示さない。対象 D7894、24歳。診断上半身、左脇腹、右足に及ぶ第1および第2度の火傷。実験中、D7894 は鎮静された。中期 SCP-2295 は5メートル ×5 メートルのパッチワーク生地を2つ縫い上げた。SCP-2295 は布地を適切な大きさに切り取り、対象の火傷した部位に手動で1枚貼り付けることで複数の SCP-2295-1 実体を作成し、この過程を繰り返した。
作成された SCP-2295-1 の層は神秘及び浪費として機能し、回復時に D-7894 は置き換えられた、皮膚、にも感覚があると主張した。対象は完全に回復した。対象 D-2723、18歳。診断脳出血、中期 SCP-2295 は約1分間、苦しんだ様子で周囲の材料をかき集めた。SCP-2295 は、その後、射精だミルクチョコレートのキングサイズ、キャンディバーを異常に生成し、対象に提供した。SCP-2295 は実験終了まで、目、から生理食塩水を異常生成しながら、対象の右足首にすがりついていた。ほい、SCP-2295 は大破した郵便配送車両の内部で発見され、貼り付けられていた文書、2295も回収されました。文書、2295は赤い、お見舞い、カードであり、表紙には、熊野カイロス君、ケイロスザビアー、と記されていました。回収された文書、2295、文書、2295の内容。とみえ、すべての傷を癒すことができるのは、時間だけだから。愛を込めて、おばあちゃんより。